はい。急にどうするあの方向性を変えて。他人かじゃない。頂上から行きますみたいな。もう無理よね。急に。急にね。すごいよね、その YouTube の挨拶みたいなのね、最初のね、うん、みんななんかこうここにこう全テンションをかけてくるじゃん、うん、なんかあれなんだろうね、なんか覚えてもらうために余計全力でやってるのかしら、その最初の挨拶とか、ね、それを真似してもらうためにとかさ、考えたらなんか最初の入りとかやる気ねえなみたいな感じで思われてるかもしれないんだよね、うん、逆にあんまいないんじゃない？あんま見ないかわかんないけど、ぬるっと入るのって。ぬるっと入る YouTuber います？そんなに？ぬるっと。私たちあんまり見ないじゃない、うん、YouTuber という者たちをさ、うん、だいたいみんななんかあるよね。うん、最初の入りは絶対ある。何々です、みたいな、うん、イエーイみたいな、うん、なんか挨拶のなんか独特のみたいな、うん、それぞれのオリジナルでみたいなさ、うん、確かに確かにね、ない お三人はあのお店でなんかキャッチフレーズみたいなのってあるんですか？いちごの国から来ましたイエジですみたいな、いちごでしょ、いちごな、何がそれでそうなるんだろうね、YouTuber たちは。あ、売れてる人がそうだからそうなっていくのかな。よそがどうでもどうでもいいもんね、うんうん、え、言われなかった、あのお母さんに、うちはうち、よそはよそって。はい、言われた。それをベースに生きてきちゃったよね。あ、でも間違ってないもんね。間違ってない。よそはよそ、うちはうちだもんね。そう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 、人は人、自分は自分みたいなもんね、うんうん、って育ってきちゃったらこうなんだよね、うんうん、入りが笑い声から始まったりとかするしね。生配信の時もなんかもうよく分からない。始まった。ついたら。ええ、バラだった。そう考えたらちょっと確かに一種。一種。うん、一種。亜種。一種。一種。一種。ちょっとそれは私には分からない。とらわれないのが全てよね。だから自分のやりたいことやればいいだけの話なのに、こうどうしてもみんな同じようなことやるんだね、うん、何に乗っかってたら、まあこうはならない、ならないよね。なんなら流行りに乗れないタイプじゃない？そうだね、逆に言ったらね、乗れないだけだよね、ついていかなくたって生きていけっかね、まあ、ついていけなくて生きていかなかったら私たちもう消滅してるから。まあ確かにね、お金げお感謝していくか、その中にな、何の話なのね。感謝を述べる会が全然そんなつもりなかったんだけど、感謝ということで、なんかあの届いたものがあるというところ。あのさ、下手くそ片言だし、報告が遅くなりましたけど、何からカメラマンやってるのに。もう出しちゃった。今じゃない、ちょっと我慢して。ということで、なんかやっとこそね、届いてまいりました。なんかこう、股間隠しみたいな感じで。なんか扱い方雑よね。紹介したの秒もらいました。じゃあここで。はい、はい、出しちゃった。だってこれで話膨らませろなんて無理じゃない。まあね、なんだよ。一言ずつ感謝の、ちょっと視聴者様へ言ってもらっていいですか？いいよ、無理しなくても。そんなごめんって。うん、はい、言いくるめられちゃって。今日はね、ちょっと立場逆転して、そう、立場逆転して、局部感覚喋りたくないから、うん、カメラマンだったのにっていう愚痴を ね、うん、全部拾ってましたけども、楽屋での愚痴みたいな、ね、今はね、言いやがってね、そこに座ってね、頑張って喋ろうっていう気持ちはすごく伝わってるから、別にそんな責めたりはしないよ、別に。ありがとうございます、はい、もうそれがすでに責められてます。わ、はい、かる？局部監督の気持ち。まあ、そうですね。まあ、まあでも、まあなんか仲良くしてこや。先輩、ね、監督がちょっとなんか忙しくなったらさ、こういう感じになるわけじゃない、うん、だからこういうのにも慣れとかなきゃいけないわけじゃない、なんかピョって振ってくれるから、それ勝手に喋るから、そう、1やったら1000ぐらい喋るから私たち、うん、カメラとかやったことありますか？ね、あのさ、あの合コンとかじゃないのよ、わかるかな。カメラはやったことないけど、毎日自撮りはしてるよ。そういう感覚でいい？りょうちゃんってさ、あの自撮りさ、撮り直してんの？もう一発で決めるの？大体一発。すごいね。あんだよ、角度が。
分で撮るとき私全部一発だよ。自分で撮るとかあんまりないからさ、もう慣れないんだよね、ああいうの。またあれじゃない、カメラのあれに入らないんだな、ここだけみたいな。あれ、ズームしてないわね。ずっとズームしてない。だからあれをなんかキュッてやったら、そのままの画面でキュッてやったら、そのままポンって戻っちゃう。今後何撮るか決めたいよね。あ、確かに、うん、なんか無言でボーリングとかしてみる。無言での意味は何。あと無言が一番無理なやつが無言っていう。あんたが一番無理じゃん。私17歳の時にさ、初めてボーリング連れてってもらったんだけど、なんかボーリングの球ってさ、なんか重さだけだと思ってたから、うん、なんかこれでいいやってやったやつがね、こうやってポンって投げたら、指のさ、大きさがさ、なんかちょうどよかったよりちょっとちっちゃかったからさ、そのままステーンって転んだの、ボールごと一緒に。こう、ハマったまんま。そんな逆なこと。17歳。綺麗にステーンって。しっかり持ってたし。運動神経がないの？ない。ないのか。全く持ってない。3人でドッジボールとか。え、どういうこと？難しくない？1人。すごい、シュール。あ、バドミントンとか。絶対5分で終わるけど。終わる。良くないとか言って。何がいいですかね。歌舞伎町にこの間室内サバゲー場ができたんですよ。あれ本当にさ痛い。近くで当たれば痛いです。わかりやすい。無理気じゃないのよ。分かりだよね。じゃあやりましょうとはならないよね。なんかさ池袋かどっかでさ物を壊す。ああ。やつあるよね。投げて割ったりとか、うんうん、叩き割ったりとかするやつでしょ。全て壊せそうな気がする。しかも素手でね。なんかさ、僕だった時みたいな。うちらのやるもんないんでしょ。いよいよ本当の壁壊すみたいな。それ違うやつですよ。え、ごめんなさい。これ建物です。書いといてとか。スポッチャーかわかんないけどさ、なんか上と下にこうついてるのがこうぐるぐる回ってくるやつ。低いのがあったらジャンプして上のが来たってみたいな。それが交互に来たり、なんか逆回りになったりっていうのがあって、あれちょっと面白そうだなって。あ、それ面白そうだね。うん、なんかバーンって当たったりするから。糸取れるとか言ってます。本気で体を動かす系、ね、ローラースケートみたいな感じのとかもあるじゃん。なんかローラースケート、そうね、ああいうのも面白そうじゃない。私あれできないわ絶対。室内だし、なんか私ももうできないかな。それをやるのマジダメ。なんかある？機械いじりとかあんまりで、男の子だね。だから要はミニ四駆作りましょうみたいなレベルってことか。あの科学実験的なの面白そうじゃん。あ、なんかあるじゃん、売ってんじゃん、そういうの。はい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 、なんか実験でこれを作ってみましょうみたいな。あ、夏それでいいんじゃない。夏休みほらお子さんたちも。あ、自由研究とかで参考にしてねみたいな。3人の自由研究と思い出をちょっと聞きたいです。自由研究覚えてる？私自由研究じゃないけど、なんかそういうの調べて発表する機会があって、崎陽軒のシューマイについてなんか調べて。死にね。確か醤油差しかなんかみたいなキャラクターがついてくるのよ。それをなんか片っ端から集めて、イエーイってひけらかす研究はしたの。死にだね。そんなんで言ったら私なんかコアラのなんか研究しようと思って、唯一覚えてるのはユーカリが食べれるっていうだけしか覚えてないのな。誰でも知ってる。実験的な。実験はいいね。うん、やっぱそういうところ借りれるんだったらそういうところでやる。だからここでできるやつよくない？本当に爆発したらどうする？いや、そんなのはないわ。そんなさ、売られてるやつの実験セットでさ、爆発事故とかな。思い出がないもんね、自由研究。なんかやったんだけど覚えてないよね。逆に覚えてる？なんか僕はあのカエルのジャンプ力を調べて記録取ってました。なんかでもやっぱ男の子だね、ちゃんとね。男か。はい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 。え、挙手制？いや僕今日監督じゃないんで。あ、そうかそうか。なんかこっちの方が生き生きしてる。生き生きしてるじゃん。楽しくなってきちゃった。楽しくなってきちゃった。自由参加で楽しい。局部楽しい。局部楽しいはやばい。エッチすぎる。楽しい局部。楽しい局部。自由研究。楽しい局部。あ、なんか生放送の時言ってたよね、ラジオ体操やるとかさ。場所借りて、この人が
ピアノ弾くで、うちらがレオタードみたいな、レオタードって言って、そう、ね、そう、あのパイプ椅子に座って、あた座る方ね、ピアノ立つ人、座る人、もうちょうどできちゃったのよ、夏休みまでに作りたいですね。あ、確かにね、本気のやつでしょ、うん、あとなんかあのさ、漢字テストみたいなやつだよね。りょうちゃんに四文字熟語見せて、その意味を書いて私らが予想するみたいな感じとか、あ、そういうことね、そういうのとか、漢字もなんか、うん、4文字熟語出す、意味を答える、で答えるで、私たちがそれにの四文字熟語を当てるっていうやつね。ああ、面白いんじゃない、うん、あ、全然やるけど。消せない顔してる。はい、それ早めに撮ろうや。それはね、パッとできるからね。うん、パッとできる。だから、それもやるみたいな感じで。はい。